はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の文章題丸2をお送りします。で、いつも通り問題がね、今3問出てますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、今からね、俺の方は解説をやっていくんだけど、いつも通りこれ紙になっていて問題文外してしまうので、ちょっとね、この問題を見ながら説明を聞きたい子は、この画面をね、パソコン別画面で開いてもらうか、あとはね、問題をちょっとノートとかに写してもらって、うまくね、見てもらえたらと思います。すいません、ちょっと噛みましたけど。では、早速ね、説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、ちょっとズームアウトするんで待っててね、行くよ。よし。遅い。ちょっと待ってね。この辺でいいかね。よっしゃ、じゃあ説明ね、問題外して始めていきましょう。で、まず1番は若干問題が長いんで、ちょっと読んでいこうか。で、この問題ね、パーセントとかが出てきて、よく出てくる、生徒数が昨年と今年っていう、あと男、女と全員って書いてあるね、よく出てくるパターンです。なので、このパターンが出てくるときは、やっぱり表使います、俺は。特にこの表だね。昨年、今年、男、女、全員ってなってるね。で、ちょっとこれ読みながら埋めていこうか。では、ある中学校の昨年度の生徒数は男女合わせて200人。昨年の合わせてが200だから、ここが200になります。んで、このうち男子が X 人でした。つまり、ここを X としろと。昨年のね。で、昨年度に比べて男子が 10% 増えたんだね、今年。で、女子は 10% 減って、で、この中学校の今年度の生徒数は男女合わせて何人 ?X を用いた最も簡単な式で表そう。で、ことで、今年の全員、ここを X を使って表せばいいと。で、このタイプの問題ってさ、やっぱり中2時の連立方程式がイメージしやすいね。よく出てきたからね、このタイプの問題。なので、どうしてもね、癖で、ここを Y って置いてしまう子がいます。ね、置きたくなるよね。この問題出てくるとね。ただ、今回は X を用いた最も簡単な式で表そうってことで、X を使って表せって言ってるじゃんか。そこに新しい文字を使うのはあまりおすすめしないです。ね。なので、今回はここ Y って置くんじゃなくって、うまく X を使って置けないかなって考える。で、どうやって置くかっていうと、これは意外とシンプルで、ここちょっと狭かったな。200-X と置くことができます。なぜか。昨年、全員で200人でしょ?男子 X 人だから、ね、全員から、あと男子の人数引けば女子が残るじゃんか。だから、こういう風に置いてください。Y じゃなくてね。で、今年、は男子が 10% 増えたんだよね。つまり X 人より 10% 増えた時、まあ本当は約分しちゃってもいいんだけど、 10% 増えたから100分の 110X となります。ここは 10% 増えるからね。で、逆に女子は 10% 減るので、ここね絶対入りきらないからごめん、出るよ。100分の10減るから90になります。で、それを昨年のこの人数にかけるから、括弧を使ってこういう風にやってください。で、結局出したいのはここでしょ。今年の男子出た、今年の女子も出たので、それを足せばね、今年の全員になるから、これ足す、これをやっていきます。で、ちょっと100分のめんどくさいんで、これ10で切っちゃうね。で、ここは10、ここも10でゼロ切りをしてしまうと、あ、これ入りきらないかな。10分の 11x、こっちね。で、10分の9を200とマイナス x に配ります。で、まず10分の9を200に配ると、これまあ普通に計算してもらって、180になる。で、10分の9、後ろに配ると、マイナス10分の 9x となります。いいね。で、あとこれ X 同士を計算する必要があるので、これ計算してもらうと、10分の2になるか。あー、2先に返して。あー、ごめんね。10分の 2X プラス180。
約分ができるので5分の 1x プラス180と、これで正解となります。いいね、まあ、最初に置く、ここがね置ければまあ問題なしかなと思う。いいかな。では次どうしようかな。場所変えちゃったからな。青赤でもいいか。こっちの方が説明長いからね。じゃあ青使っていこうかね。で、じゃあ2番いきましょう。問題はシンプルだね。ルート25マイナス n 足す3ルート n が整数となる自然数 n を全て求めようという問題だね。で、このよくルートほにゃららが整数となるようなって、まあ、よく出てくるタイプの問題なんだけど、これね、ルート n、ルートあるじゃんか。ルートって整数じゃないからね。ルート n が整数になるには中身がどうなれば整数になるのかっていうのは覚えておこうね。で、ルートの中ね、今 n なんだけど、整数になるには n が例えば0とか1とか4とか9とか16とか点点点って、こういう数字になればルート n は整数になることができます。で、こいつら何かっていうと、これ全部2乗のやつらなんだよ。0の2乗は0、1の2乗は1、2の2乗、3の2乗、4の2乗となってますね。ルートの中身が2乗になればルートは消えるでしょ。だから整数になれるんだよね。まあ、例えば9使おうか。ルート9になればこれ3と一緒じゃん。3の2乗で外出てくるからね。つまり整数になるでしょ。だからこういう風に2乗グループになれば中身がね、このルート n は整数になる。で、今考えなきゃいけないのは、ちょっと順番変えるよ。3ルート n ともう一個ルート25マイナス n、 この2つを考えなきゃいけないんです。で、まず上からこの3ルート n ね、もうこの3とかどうでもいいです。もう外にいるんで、これないものと考えていいからね。別に無視しちゃって大丈夫です。で、まずさっきも言ったように0、1、4、9、16ってそうなってればルート n は整数になれるからね。だからこいつが整数になるためには n が今ね書いたのと同じだけど、ちょっと増やして書いていこうか。25、次が、66、36か、まあ、49って続くんだけど、ちょっとこの辺で止めときますってなればいいんだよね。で、もう一個、今度こっちね、この25-n、 この中身がこういう数字になればいいんです。いいね。中身がこれになればいいんだよ。だから例えば中身が0になるためには n がどうなればいいかって考えると、これ n がさ25だったら 25-25 でルート0になるじゃん。だから整数になれるんだよ。で、 OK みたいな、こういう風に考えていきますね。中身が0の時、じゃあ次、中身が1になるのはいくつって考えると、1になるには 25-24 する必要があるから24が OK だね。で、次、中身が4になるとき、順番に考えていくよ。4になるときは n が21ならいいし、で、次9になるとき、9は16で、次16か、16になるときは25-9か、9になればいい。で、次は25になるとき、中身が、それは n が0のときだよね。0のとき。で、次なんだけど、中身が36になるときって実はないんだよね。これできないんだよ、どう考えてもね。だからちょっと詰まっちゃった。できないっつうか、これね、36にもししたかったら、これ n がねマイナス11になる必要があるんだよね。いいかな。 n がもしマイナス11になると25+11で36なれるんだけど、これ今問題文に自然数 n を全て求めようって言ってるから、 n は自然数なんだよ。なのでこのマイナス11、これは答えに入りません。で、もう一個ちゃんと言うと、ここ今 n が0って入れたね。ここ n は今自然数って言われてるから、0は自然数じゃないからね。だからこれも答えに入りません。今は
いいかな、ちょっとねごちゃごちゃやってきましたけど、つまりルート n が整数になる n のこ、コンビというかね、これはこれになります、こいつらで。 25-n が整数になるのはこの5個だけなんです。でもちろん今回はこのルート 25-n もルート n も同時に整数にしなきゃ意味ないでしょ。だから両方に入ってるのを探すと、ここ9だね、入ってて16も入ってて、あと25が入ってるね。だから両方に入ってるこの3つが答えになるので、答え n は9と16と25って、こういう風に解いてみてください。いいかな、まあ、これがねルートの中身が出てきた時の解き方になります。で最後、問題長いんだけどね、最後が一番やりやすいかな、ちょっと読んでいくね。受験日までに毎日8問ずつ解くとちょうど解き終わる問題集があるそうです、ね、そんなピタリいくのかって感じもしますけどね。でゆりさんはこの問題集を難しい問題だけ選んでやることにしたと、まあ、簡単なのは飛ばそうってことだね。なので最初の X 日は3問ずつ解きましたと。で残りの Y 日は5問ずつ解きました。この問題集のうちゆりさんがまだ解いてない問題の数を XY を用いた最も簡単な式で表そうという問題だね。でまあこれやり方ね人それぞれだと思うんですけど、まずこの問題集に問題が何問あるのかっていうのを調べちゃいます先にね。でこの調べ方なんだけど、まず問題数からいこうか。ちょっと待ってね、問題数で例えば1日8問ずつやるんでしょ。で3日で終わるって言われたらさ、問題数って8324で24問って分ける、分かるよね、ごめん分けるって言って、で1日8問ずつやってって5日かかるんだったら8540で40問じゃん。つまり掛け算使うんだよね。いい？で今1日8問ずつ解く、でその8かける、あとは何日間あるかが分かれば問題数出てくるじゃん。3日なのか5日なのか分かんないけどね。で今確認すると、後ろでね、問題の後ろの方で最初の X 日は3問ずつ、残りの Y 日は5問ずつって言ってるから、つまり受験日までは X 日足す Y 日、これで受験日になるはずなんだよ絶対にね。だから問題数調べたかったら8問ずつ何日間か、それは X 足す Y 日間ってことが分かります。でこれ先にねもう分配しておいて、これで 8X プラス 8Y と、これが問題数ってことが分かる。いいね。で次に、じゃあゆりさんが実際に解いた問題数は何問なのかね。じゃあ行こうか、解いた間違ったね、普通に漢字間違えましたね。ちょっと待ってね、上の漢字で普通引っ張られちゃった。解いた数でいいかな。でこっちは簡単で、まず最初の X 日は3問ずつ解いてるから、これも 3X だよね、3問ずつ X 日で、後ろが5問ずつ Y 日だから 5Y で、それを足せばいいでしょ。でこれが実際ゆりさんが解いた問題数なんです。で聞かれてるのはまだ解いてない問題の数でしょ。だから問題数から解いた数を引けばね、解いてない数になりますので、最後 8X プラス 8Y、まあ、ちゃんと書くなら引く、かっこ 3X プラス 5Y ってやってもらって、 5X プラス3Y と、これでね表すことができます。いいかな、まあこんな感じでやってみてください。では今回は受験対策動画数学の文章題2をお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。でまたね引き続き受験対策動画撮っていきますので、もしよかったらね次回の方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。